皆さんこんこにちはゴージェスですえー、11月の6日に水曜日ええー、仙台ええー、宮城県仙台市の某所でええー、私の日本縦断ファミューティングツアー東日本のイベントをしたいと思います <laughs> イベントはええー、19時 21時でございますよえー、参加費は無料でございますけどもこちら抽選となっております抽選なんで当たらないとダメだね <laughs> えー、参加希望の方は動画の概要欄の方に、えー、応募フォームご,ご,ございますので必須事項記入の上ご応募そして抽選となりますう えー、当選者の方にのみ、えー、当日の詳細と、えー、当選パークをお送りしますのでそちらの方をねメ、えー、名キの上、えー、見て、えー、あといろんな、えーあと何何えー、当選メールの、えー、参加確認事項返信して当選が確定しますいたしますので必ずメールを読んでくださいねうん <laughs> 最近はちょっと 子育てが忙しくてあんまりゲームできてないんですけども嫁と子供が寝たえ深夜12時ぐらいからかな「モンスターハンターワールドアイスボーン」こちらの方2時間ばかしやってそして「デッドバイデイライト」1回やってで深い睡眠に入るんですよね。 みんなもわかりますよね、この気持ち、ねうん、すごいやっぱ疲れたって感じで寝るんですけども次の日の朝7時に子供に叩き起こされるんですよねうんそれもいいのかなうんみたいな感じで <laughs> うんあ忘れてた <laughs> イベントの方なんと私だけではございませんえー、MC になんとあのコネオちゃん そしてなんとアシスタントから高見直そして野々宮美香この2人を予定しておりますうんどっちも雑な2人だねうん、男っぽいよね <laughs> よね <laughs> うんそして切れるイベント内容こちらの方は福岡大阪北海道と 同じ寸分の狂いもない平等の極みで同じようにしてますあの全部のイベント来ても別に何の得点もないから足からず <laughs> うんこれ終わり方わかんないな、うん、だからとりあえず仙台来てねっていう動画でした <laughs> ディスってないよ。